上で御礼申し上げます。よく昔から名を残すということを言いますが、まあ何でもこの後々まで名前が残るというのはこれはもう大変なことでございますね。この噺家でもそうですよ。ここへ座って皆様方にご機嫌を伺ったなんていうのは、まあ江戸時代はともかく明治からこの方、ああ何百人あるいは何千人いたかもわかりません。ところが客席で話題になる、楽屋でもって話が出る話、落語家ってとそんなどっさりありません。まあ、明治の巨匠と言われた圓朝師匠、それから間ではいろいろと名人上手もいらっしゃいましたけども、戦後では爆笑王の歌唱、あるいは三平、で近年では新章、文楽、圓章なんてところですね。で今の話し家では誰かっていうと、右門、段四郎、新京。まあこれはその時の番組でっていろいろ変わってきますけどね。花魁で名前を残したという、まあ吉原の花魁っていうのはもうこれもどのくらいいたか分かりません。しかし未だに名前が残ってると言いますと、まあいろいろ好き嫌いもおありでしょうけども、なんといっても三浦屋の高尾太夫というこの人にとどめを刺しますな。で、あの高尾というのも伺いましたら一人じゃなかったそうです。10代続いたという、まあその時その時、これがまあ吉原では最高の女だろう、じゃあ高尾を継がせていいだろうなんてんでこの高尾になったという、中にはまあいろんな高尾がいたそうです。小持高尾、仙台高尾で、高野のおかみさんになりましたのが高野高尾という、高野と言いますてえと染め物屋さんでございまして、でその親方のところへ嫁に行ったというんでしたら、これはね大したことはなかったんですが、いわゆる年季野郎奉公人のところへあの吉原の高尾太夫が嫁に行ったというんでね、向こうでも大変気の毒があったそうですな。誠にどうも愛染まぬと言ってね、もっともね高野ですから愛が染まないようじゃどうにもしょうがないんですけども、神田の高野町に軒を並べて染め物屋さんがございます。中で親方が吉兵衛さんという、これはもうチャキチャキの江戸っ子でございまして、奉公人も15、6人いて誠に繁盛している。中で若い衆で久蔵さんっていうのがどうもこのところ四五日具合が悪いってんで二階でぐずぐず言って、おおみつ、どうしたよ、休校の野郎なんか具合が悪いってんだけど、どういうことになってんだい。それがね、親方の前だけども、なんか物を持ってっても食べないしね、どうしようかと思ってんだよ。親方に聞いてからと思って。おいおいおい、ダメだよお前。素人がなんかぐずぐず言っちゃ、こういうことはやっぱり商売人だよ。な、じゃああのな、誰彼ってなんだけど、やっぱりな、近所の医者っていうよりかはな、いつも体見てもらってるお玉池の先生がいいからな。おう、チョコ、おめえ一走りしてな、お玉池の先生呼んでこい。すぐ来るように、ぐずぐずしてんじゃないよ。早く行ってこい、早く。おう、チョコ、いいよ、いいよ、行かなくて行かなくていいよ。ちょうど先生がうちの前を通るよ。もうこういうのは落語は重宝なんだ。どうにでもなっちゃうんだから。先生、ちょっとこちらへおり、いやいや、まあまあまあ、どうぞどうぞ。いや、今ね、先生のとこ使いを出そうと思ったんですよ。いやー、うちのね、休校の野郎2階でね、なんかぐずぐず言ってんでね、先生、恐れ入りますがね、ちょいと見ていただけませんか。おうおう、誰だ。おーおー、Q さんか。ああ、よく知ってますよ。働くいい男だ。よし、わかりました。え、二階か、はいはい。じゃあわしが、いやいや、誰もついてこん方がよろしい。いやー、病人ってのは周りでガタガタ言われると嫌がるもんで、いやいや、構わないから、わしはこらえてるから、まあまあ任せなさいって。先生が二階へ上がって、久蔵さんの体を上から下までそっくり見たんですが、どうもその元がわからないという。
あのお医者さんで一番困るのは病気の元がわからないという、これが一番困るんだそうで。いや、九さん、今わしはなお前の体をこうそっくり見たが、どうもな、元がわからん。で、よくな、病は気からという。お前何かこうお腹の中で思い込んでることがあるんじゃないか。いやー、それがこう病となって出てるとわしは見立てたんだが、ん？何か思い込んでることがあるのか。おるなら話をしてごらんな。ああ、医者に話をするのにな、決まりが悪いことはないの。何でもいいから話をしてごらん。そうですか先生、ありがとうございます。それじゃあね先生、これ先生ですからお話しするんで、親方やなんかに、内緒で、そうっすか？わかりました。じゃあもうお話ししますけどもね、先生の毎日が、あっしは今年ね、26なんですよ。もう26か。いやいや、まだ若いな。いえ、先生も若いと言っちゃいられませんよ、で、いつまでもね、こんなところでくすぶっててもしょうがねえと思ったらね、竹の塚の台におじが一人いるんですよ。で、まあそこには子供がいません。で、おめえ、うちの子になっちゃう。な、こっちに来い。こう言われましたんでね、あっしもそうしようと思って友達にそう言ったんですよ。俺もしかしたらね、田舎へ引っ込むかもわかんねえったら、そうか。じゃあおめえは吉原っていうもの行ったことはねえんだが、一度行ってみろって言ったから、あっし嫌だって断ったんですよ。親方やなんかにね、よく言われてます。あんなとこへ足を踏み入れてね、悪い病気でもしょったしには生涯取り返しがつかねえからね、あそこだけは行っちゃいけないって言われてるからね、あっしはね、嫌だってそう言ったんですよ。と友達がね、何言ってんだよバカ。おいらんの道中見るだけで何が間違いがあるんだ。いいから来いってんだ。あっしは初めて連れて行かれました吉原へ。おいらんの道中ってのを見たんですが、先生の前ですが、綺麗なもんですね。中であの三浦屋の高尾太夫、まるで絵のようだってけど、いえいえ、絵どころじゃありません。まるで生きてるかと思うくらい。はあ、綺麗な人だな。ああいう人とゆっくり話ができたらどんなにいいだろうかって、あっしが、ちょいと言ったら友達がね、でけたこと言うね。おめえ、荒野の職人じゃねえかよ。向こうは大名の遊び道具だ。そばへも行かれねえんだ。ふざけたことを言うなって言われまして、それからね、しょうがねえから仲見せでね、高尾が道中している錦絵を買ってきて、こうやって見てるんですけども、それからってもな、先生ね、何を見たって高尾になっちゃうんですよ。早い話が乗りを敷こうと思って、ハケを持って、ハケが高尾になる。飯を食おうと思うて、おまんま粒が高尾になる。何を見たって高尾になっちゃうんです。こうやって話をしている。先生の顔が高尾。おいおい、お前は気色が悪いね。こんな年寄りの高尾っていうのがあるか。いやいや、よく話をしたな。あら、お前さんね、お医者様でも草津の湯でもというやつだ。そうか、よくまあそこまでお前は思い込んだもんだな。しかしな、九さん。ん？荒野の職人じゃそばへも寄らないって誰がそんなことを言ったんだ。ん？それはな、あれはまあ、大名の遊び道具、木ぐらいというものはあるが、もともとあれは売り物買い物だ。お前がそんなに置いたかったらお金を出して買ったらどうだい。米塚先生、あっしらでもお金出せば買えるんですか。ああ、そらお前買えますよ。そうですか、そら知らなかったから。米塚先生、どのくらいかかるんですか。そうだな、まあ初回で安く見積もっても、まあ10両はかかるだろう。10両、高いんですね。それなんですか？いっぺんに払い込むんですか？なんでいっぺんに払い込むって。いや、ローンかなんかでバーバーと。ジョロかよ、ローンでするやつがあるか。どいち、お前、給金が稼げるだろう。給金だって先生ね、
あっしはね、三両しか稼げねえんつよ。三両稼げりゃ豪気なもんだ。月にか？いいえ、年に。年かよ。年に三両は心細いな。じゃな、九さん。お前がそれほど会いたかったら、三年の間辛抱ができるか？できるか。そうか。三年でサザンが来るよ。そこへわしが一両ぐらい足してもいい。十両というお金ができたら、何としてでもお前を高尾に会わせてあげるから。ん？逃げてがくよくよしてはいかん。ん？しっかりしなさい、しっかり。ですか、先生。ありがとうございます。ついじゃしゃね、その元のね、お金を何とかこれからこしらえますから、その時は一つ先生、よろしくお願い。ありがとうございました。ついからね、このことはね、親方には内緒で、ああ、いいとも。医者は口が硬いんだから、なんてんで、この世の中に医者の口が硬いぐらい当てにならねえものありません。降りてくるってえと、早速親方にドロッと喋っちゃってん。え？なんつか？野郎が、恋煩い。さあですか。いや、奴はね、職人の間でも変わってるんですよ。わかりました。え？足が知ってると決まりが、ああ、いいです、いいですよ。足だって知らないことにしときますけど、わかりました。どうも、どうぞ、お上手。じゃあ、おめえな、先生の後ついてな、お薬をもらってこい。へい。胸郭の開いたところへ薬が入りましたから、これはもうたちまちのうちに全開でございます。さあ、これから、高尾太夫を買う元手をこしらえなきゃいけないという、申しました通り、一年で三両、二年で六両。三年でサザンが来るようで、まだ一両足りないてんで、気の長い話があったもんですな。丸三年経ちまして四年目の正月も過ぎました、二月。おう、行こう。こっちか、こっち。はい。うーた、お呼びで。おう、まあまあ、そこへ座んな。いや、俺はな、ゆうべ、帳面を調べたんだけど、おめえの給金が残らずこっち預かりになってな。三年で来るようだ。ああ、でもな、おめえも知ってるだろ、九両てえとな、わずかだけどこれは橋田銭という。十両となると、これはまあ大金ということになるんだ。でまあ九両じゃしょうがねえからな、俺が一両足してここに十両こしらえといてあげた。これがおめえの三年の給金だ。いいか、これまた俺が預かっておくからな、もう三年辛抱しろ。な、二十両というお金ができたら、のれん分けをさしてやるから、そしたらおめえ、荒野の親方になれるんだ。え、あと三年辛抱しろ。それじゃなんすか、親方が一両足して十両にしてくれた。ありがとうございます。いや、あっちもね、九両までは勘定したんですけど、あとの一両どうしようかと思ったんですよ。そうすか、ありがとうございます。それじゃ親方、それこっちください。え、それこっちください。なんだ、こっちください。おお、これなんか買うってのか。おお、おそれはそうだな。まあ人間無駄遣いしないわけにはいかねえや。ん？何買うんだ？いえ、何買うってね。買うんですよ。だから何を買うんだよ。何をってね。いいもの。ねえ、張り倒すよ、本当に。子供だよ、本当に。そらおめえが買うんだからな。いいものには違えねえが。何買うんだ、そう言ってみろ。なかった、言わないでいいじゃないですか。ね、それこっちくださいよ。ね、親方、お願いしますよ。ね、それこっち。ね、親方。親方ね、町内の女湯で評判が良ますよ。あれこそ江戸っ子だって。何言ってやんだ、そんなおだてに乗るかよ、本当に。何を買うんだ、そう言ってみろ。そう言ってみろってね、いいじゃないですか、それこっちください。だってね、親方、それね、あっちが稼いだ税なんですよ。何使おうと勝手でしょう。もうやろ、気の利いたことを言いやがったな。そらおめえの銭にはちげえねえがな、俺がこうやって預かってるうちは俺の銭も同じこったい。いやいや、何買うんだか言わなきゃな、美大一もおめえに渡さねえ。そんな親方バカなこだってね、親方ね、あっちのお金なんてよ、あっちは何か。やろ、おめえ泣いてんのか、おい。バカ野郎。それほど買いたいものがあったらなぜ言わねえんだよ。え？決まりが悪い？何を言ってやんで、てめえなんざ九つや十の自分から家へ来やがってな。
散々寝勝負やなんかしておめえ迷惑かけて、何が今更決まりが悪いだ。親方の前ですけどもね、わしだって9つや10の頃はそら寝小便しましたよ。でもね、この頃あんまりやりません。当たり前だな。30になってやればバカだ。本当に何があるんだよ。じゃあね、親方、俺はまだ買ったわけじゃねえんですよ。買いてえって話なんですから、怒らねえで聞いてたいよ。実は私は3年前に患いましたね。3年前に？おうおう、そうだ。おめえにしたら珍しいことがあった。2、3日にな、2階でくすぶっててぐずぐず言って、あ、そうか、あん時の薬代を俺が立て替えといたから、それてめえ払おうってんだな。そうじゃないんですよ、親方。ですから、私はあのね、あの、そこさえ買いたいんですよ。何？いつかあの上の宝は買いたいんです。これね、張り倒すよ、本当に。口の中でぐじ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 言ってやって、本当に。男らしくはっきり言ったらどうだい？はっきり言ったらどうだいって言いにくいからそう言ってるんですよ。いや、いいですよ。思い切って言いますから、よく聞いてくださいよ。ですからね。平野の、タワーを買うんですよ。何？鷹を買う？もうやろ、物騒なとこへ目をつけたね、おい。あれは生き餌じゃなきゃ食わねえってじゃねえかよ、おめえ。なあ、そんなどう猛なところへ目をつけねえで、もっと可愛らしい文鳥かなんかにしたらどうだい。誰がそんな話をしてるんですよ。三浦屋の高尾太夫にね、杯がもらいてえばっかりに、3年間食うものも食わねえで貯めた金なんですから、親方それくださいよ、こっちへ。そうか、そうか、なぜそれを先言わねえんだ、バカ。そっちゃなんだけど、おめえは高屋の職人だな。それが300女郎を買うてえなら話は別だが、相手はおめえ大名の遊び道具だ。3年かかったものを一夜の映画にうわっと使うなんての威勢がいいじゃねえか、本当に。親方はな、そういうことは大好きだ。あ、そうですか。じゃあ一緒に行きますか。誰が一緒に行くんだ。いつ行くんだ。え、もうそうと決まったらね、もう今夜早速。いや、ずいぶん張り切ってやんだね。一人で行くのか。いえ、お金ができたらね、お玉池の先生があの連れてってくれると知ってましたから。そうか、そりゃいいとこ目をつけた。あの先生、医者はやぶだけど、上路会は名人だからな。ああ、よしよし。じゃあ、あのな、ゆいってとこへ行ってな、ちょっと綺麗事になってこい。え？銭持ってんのか？おう、早く行ってこいよ。ほほほほ、行っちまった、あの野郎、まあ、え？おう、お店今から行ってたのか？え？もうちょっと早く帰ってきたらよかったんだよ。今、休校の野郎、ここで持って泣いたり笑ったり面白かった。え、何が？だからさ、ほら、3年前に患ったって一件、おう、そうだよ。やろう、今夜ね、上路会に行くってんでね、今、唯一床屋行ったからね、あの、なんか着るもん出してやれ、着るもの。え？いやいや、やろうのもんでしょうがねえから、俺のね、なんか夕日かなんかがいいよ。あんまり光らねえもの。ああ、いいから帯もな、ああ、そうそう、足袋もセッタもな、そっくりそこに出して、ああ、そう、いい、それでいい。おう、やろう、帰ってきた。行ってきたわ。え、おいだ。ええ、行ってやりました。この野郎、バカにツルツルしてやがったね。よしよしよし、ならいい。やだ。じゃあ、おめえのそれ脱いだな。ここにあるこの着物を着てきな。え？それを脱いで、これを着ろてんだよ。これを着ろてん。お、ほら、いい着物に帯に。これなんすか？あっちに？そうすか、すいませんね、親方。ありがたいな。これなんですか？あっちにくれるんですか？おめえもずうずうしいね、ほんとに。お前に一晩貸してやるんだよ。あ、そうですか。やれやれ。なんだやれやれってのは。いいからって、ずっと脱いじゃ脱いじゃ。え？で、あのね、え？いいからこれ着替えるんだからね、そっくり脱いじゃ、そっくり。そうそう。で、あの、おい、聞こう。おい。え？脱いじゃないよ、お前。おい、脱いだのはいいけど、なんでこの腰の周りこう、バサバサ、まとわりついてんのは。え？なんだって。やだよね。もう分かった、ふんどしですよ。ふんどし？見てごらん、妙な色してあんだね。黒ともつかず、ネズミともつかず。それおめえ何か？染めたのか？まだね、一度も水入ってないんですよ。いつ買ったんだ？
3年前に。おめえそれ閉めっぱなしか。だねえの、閉めてやんだね、この野郎は。そんなもの捨てちゃうんなら、え？これから女郎会に行くんじゃねえかって。そんなの捨てちゃえ。捨てちゃいってますけどね、親方の前ですけど、これはね、重宝なんですよ。何が重宝なんだ。いや、今日は天気でもね、明日は降るなって時にはね、ふんどしの先へじとっと湿りが来るんですよ。ダメーな、この野郎。そんなもの捨てちゃい、捨てちゃい、本当に。じゃあ、ふんどし出してる、ふんどし。で、着物も着らない、着せてやれ。だだっこだよ、本当に。よしよし、ぐっと帯を締めて、おお、おお、よしよし、形になった。よし、さあ、こっち行きな。さあ、これがおめえの重量だ。さあ、持って行きな。親方、ありがとうございます。へえ、これが重量ですか。ありがたいな。親方の場合ですけどもね、今、江戸で重量を持ってんの何人いますかね。大方おめえぐれなもんだ。ああ、大したもんだ。な。で、これはな、札入れだ。ああ、そうそうそう。で、それでね、銭入れといて。で、おめえ持ってちゃいけないよ。今日はそれ先生に預けといてな。お前は知らん顔の半兵衛さんでいるんだよ。半兵衛、じゃあ急増じゃいけないんですか。半兵衛になるんですか。いや、知らん顔の半兵衛ってシャレだよ。もうシャレが分かんなきゃいいんだよ、なことは。で、まあな、俺がまあ行かなくちゃいけねえんだけど、な、急になんか、なんか客が来て用事があるかなんか先生についてな、気をつけて行ってこい。そうですか、ありがとうございます。行ってまいります。じゃあ、おかみさん、行ってまいります。もう九さん、よかったねえ。お前さん、今晩買いに行くんだって。そうなんですよ、おかみさん、ありがとうございます。帰りにはね、お土産もらってきますから。待て、この野郎。ああいうとこ行ってお土産なんて持ってくんじゃないよ。でも親方、向こう行ったって印になんかこう、お土産。もう行け行け、お前。お前と話をしてるとくたびれるよ、本当に。とにかくな、気をつけて行ってくんだぞ。へい、行ってまいります。先生。おうおう、どうした九さん、バカにおめかし。まあまあ、こっちへ来なさい。三年前の約束、いやいや忘れてませんよ。親方が承知か。そうか、わかりました。親方が承知ならお前をこれから連れて行きますが、まあまあ、あれだけの花魁だからな、これから行ってまあ今夜すぐというわけには、いかんと思うが、まあまあ、わしに任せなさい。それからな、相手は大名の遊び道具だ。高野の職人ということでは、花から会ってくれんから。そこはな、こしらえましょう。野田、流山、あちらには金持ちが大勢いるから、こうしましょう。お前をな、流山の大臣ということで連れて行くから。ああ、そうですか。流山の大臣になるんですか。いやいや、大蛇じゃない。大臣。金持ちだ。あ、金持ちですよ、先生。ここにね、重量ありますから。重量で金持ちというのがあるか。うちへ帰れば何万両もあるという顔する。よいか。でな、向こう行ってわしのことをな、先生と呼んではいかんぞ。出入りの医者という心持ちで構わず、竹の内、乱石とこう呼びなさい。で、みんなでお前のことを、お大臣、お大臣と持ち上げるから、そういう時は大臣言葉で返事をする。よいか。ちょいとこの反り身になってな、上姿をこう見ながら、応用に、あいよ、あいよ、こういう返事をするんだ。へえ、難しいんですね。わしにできます。ああ、これもな、稽古をすればできます。さあさあ、出かけましょう。すいちゃんな、今のをやってごらん。ああ、そうですか、わかりました。いや、先生の方をね、呼び捨てにするなんてのは面目ない。いいんすか。わかりました。じゃあまあ、やれってやりますけどもね。なんかね、言いにくいな。なんてましたっけね。竹の内。ああ、そうそう、それなんですよ。じゃあ、先生の顔見て、こっち見て言いますから、言いにくいわね、こっち見て。じゃあ、行きますから、お願いしますよ。竹の、言いにくいね。竹の子。なんだ竹の子って。いくらわしがやぶ医者でも竹の子ってやつがある。竹の内乱石という。よく覚えておきなさい。おらおらおら。あれからわしが行く行きつけのお茶屋だ。まあ、これからというわけにはいかん。まあ、とにかくな、話だけしてくるから、お前はここで待ってなさいってんで、これからお茶屋に話をいたしますと、向こうも、
取り巻きがお玉揚げの先生ということですから信用はいたしましたが、まあ御前世の花魁ですからどういうことになりますかちょいとお待ちくださいってんで、これから三浦屋の方へ問い合わせてみたんですが、お客様がいたんです。ところが急な御用でそのお客が帰って、今高尾が空いてるという、さあ上首尾でございます。これからお茶屋の2階でもってうわってんで一つあにしてもういいだろうってんで、久蔵さんだけ三浦屋の主が出迎えるという破格の待遇でございまして、お大臣どうぞこちらへどうぞこちらへって通されましたのが高尾の部屋、当時前世の三浦屋の高尾太夫の部屋ですから、もう作りや何か実に見事なもので、野郎それだけで気遅れがしてなんかもうブワーッとしちゃってね、そこへ番頭新蔵というものが出てまいりまして、ピタリと両手をつきまして、お大臣どうぞ御しなりませ、御しなりませと来たんでね、いつもだったら休校入ってくねじまいな、へえ、念捨てたのがね、どうぞ御しなりませ、あいよあいよ、あどうもこんにちは、なんでその御しなりませってのは、どうぞ寝なまし、寝なまし、寝なまし時計ってのあったけどどうする、え寝るの、それが楽しみで来たんですよ、どこで寝るの、どうぞあれって見て驚いて、剣譜の布団が2枚重ね、あの吉原というのはどんないいお客様でも初回が2枚、おなじみから3枚重ねになるそうですな、ところが2枚といったって我々話家が敷いている薄っぺらなせんべい布団とわけが違う、1枚の厚さが1メートルぐらいありましてね、これが2枚重ねですから、ああ寝るといったって大変な一苦労です。そうこうしてるうちにカムロに手を敷かれまして、高尾太夫がさーっと入ってまいりました。でいくら気ぐらいが高い大名の遊び道具といっても、もともと客商売ですから、お客様と二人っきりになった時にはやはりそれ相当の挨拶というものをいたします。主はよう来なました、今度はいつ来てくんなますってんでね、里言葉でございますから、その辺のキャバレーだったら、まあよく来たこと、今度はいつなんていうのがね、今度はいつ来てくんなますってんで、高野の職人だから、当たって参りますかなんかや、大変良かったんですけどもね、そんな気の利いたことは言えませんから、なんすか、おいらん、今度今度今度って泣き出したんで、おいらんが驚いた、どうしなました、お腹でも痛いのざますか、いえ、そうじゃねえんですよ、今度って言わすけど、おいらんね、また来るにあっしはね、丸三年経たなきゃ来ることはできないんですよ。丸三年。そんなら主は選挙違反で起訴され、網走り。いえ、そうじゃねえ。実はね、おいら、騙して悪かった。あっしはね、流れ山の大臣でも何でもね、高野の職人なんですよ。実はね、訳話しますとね、三年前においらんがね、道中している姿、あっしは一目見て、はっ、きれいな人だ。あんな人とゆっくり話ができたらどんなにいいだろうって言ったら、友達がね、おめえみたいなやつはな、そばへも呼ばれねえんだ。ふざけたことを言うなって言われましてね、あっしはもうね、おいらんに会えなかったら、ね、生きててもしょうがねえ、死んじゃおうと思って、いや、本当にね、あっしはそう思ったんですよ。したら、お玉井家の先生がね、重量こしらえたら、会わせてくれるってこう言ってくれたんですよ。お恥ずかしい話ですが、足はね、年に3両しか稼げねえんですよ。3年でサザンが9両、そこへ親方が骨折れだって1両足して、やっと10両というお金ができたんです。着るもんだってこれね、上から下までそっくり親方の借りてきたんです。ふんどしまで借りてきたんです。でまた雇用亭にはね、丸3年経たなきゃ来ることはできねえんです。よし金ができたところで、おいらんがね、
この吉原からいなくなればもう二度とお目にかかることはできません。それが悲しくって泣きました。これを聞いて高尾がポロッと涙をこぼした。源平統吉姿勢の者に枕を交わす卑しい意味をこれほどまで思っていてくれるとは、なんと情のある人だろう。こういう人との、連れ添ったならよし患っても決して見捨てるようなことはなかろうと思いますから。もしそれは本当ざますか。そんならお待ちきは来年の2月の15日に年が明けるのざます。その時主のとこへ訪ねて行きんすによって、わちきのようなものでも女房にもらってくんなますかてん。夢にまで見た高尾太夫からの申し込みでございますから、野郎鼻と涙とよだれこぼして、あじじめじゃ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 拝んじゃった。それではわちきの方から尋ねるまでもうここへ二度と来てはなりんせん。今日の勘定はわちきの方でよいようにしておきまほ。主の持ってきた重量は持ち帰り、中央競馬でも行きなまして。なことは言わない。また会うまでの片身にと香箱の蓋をもらい受けまして、さあこれからいよいよ男入りでございます。骨までございます。で高尾だって一元の客じゃございません。将来を誓い合った夫でございますから、長年の吉原生活で覚え込みまして技術をそこに集中いたしまして、このまこういうとこあんまり力入れちゃいけないんだけどね。あぐらさんになるとやらをもう腰が抜けちゃってね、お天道さん真っ黄色でぼんやりしちゃった。大門口まで花魁が送ってくれたてんで、やろう喜んで家へ帰ってきまして、おはようございます。親方開けてない。親方鉄砲野郎だよ。朝から想像し、開けろ開けろ本当に。おどうした。どうも親方行ってでした。行ってもいりましたって、坊に早いじゃないか。いいね、帰ったって遊びに行ってね、遅くなっちゃいけねえと思ってね、用が終わったからね、すぐ帰ってたんですよ。えらい、お前はそういうところはえれえところだな。どうした、お前高尾に会えたのか。え、高尾に会えたか。そこ、会えました。会えた。お、聞いたか。おい、お前何か、あの三浦屋のあの高尾太夫にお前会えたのか。いや、会えましたよ。親方によろしく言ってました。うさっけ。誰がんなことを言うんだ。おめえなんざ振られたろ。え、振られたろてんだよ。いいお天気でしたよ。星が出てましたから。誰がそんなこと聞いてんだよ。お前なんざいい扱いを受けなかったろてんだよ。うぜけ。素人。何を素人だよ。初めて行くな、あなたね、初回行ってんですよ。なこと知ってら。初回から花魁がバカの惚れ方でございまして、初回惚れのベタ惚れというやつでね、あたちゃんも、だなんだ。これじゃ気が触れちゃったよ、本当に。しょうのねえ野郎だ。前から一生懸命やれ。へい。その年は空に過ぎまして、明くる正月も過ぎました2月の15日に、新しい四つで顔が店の前にピタリと止まりました。中から出ましたのが、元服をいたしました高尾太夫。親方にしとやかに挨拶を済ませますと、これは久蔵様へお土産をってんで、持参金付きですね。親方がこう恐ろ恐ろ開いていますってえと、三河島信用金庫の預金でもって、1兆8000万ってそんなにあるわけありませんで、この親方の仲人で、めでたく夫婦になるという、高野高尾でございまして。